広島市立図書館は、広島市立の図書館の総称。蔵書数は、約180万冊。2014年4月1日から2018年3月31日まで4年間、公益財団法人広島市文化財団が指定管理者の指定を受け運営している。中区に、広島県中央図書館に指定されている。 広島市立中央図書館及び児童書専門の広島市子ども図書館が南区に漫画専門の広島市漫画図書館が朝南区に漫画専門の広島市漫画図書館朝閲覧室が設置されている。広島市内の各区には区図書館が設置され2005年に雪町を合併した時に雪町、河野図書館が 広島市立再帰図書館ゆきこうの閲覧室と名称を改めて運営されている。また、映像専門の広島市映像文化ライブラリーもある。図書館の位置づけとして、広島市立中央図書館と広島市子ども図書館が独立した図書館で、中央図書館のもとに各区の図書館と広島市漫画図書館が文館としてある。また、閲覧室の形で、 広島市漫画図書館の閲覧室として朝、閲覧室が、広島市立再帰図書館の閲覧室として、雪港の閲覧室がある。広島市立中央図書館では、自動書の扱いはなく、近くの広島市子ども図書館で扱っているが、各区の図書館は、中央図書館の文館の扱いであるが、自動書についても扱っている。また、漫画については、漫画図書館と、 朝閲覧室のみで扱っている。以上の表の文字下げについては図書館の位置づけを示している。また、広島市立図書館では図書館が遠い市民のために毎月1回のペースで巡回図書館の友場と号による貸し出しサービスを行っている。利用券は巡回者専用カードになる。車両にない書籍に関してはリクエストすることで確保した時に貸し出すようにしている。 巡回していないときは、広島市立中央図書館にある駐車場に停めている。全館で最大10冊、最長2週間借りることができる。各環境通図書館利用券での利用となる。広島市合ージから2014年のシステム統合まで、広島市立再帰図書館行きの閲覧室では、独自の利用券を利用していたが、2014年3月1日から、 各環境通図書館利用券が利用できるようになった。広島市に在住する人及び、広島市に通勤、通学している人が利用することができる。また、図書館の広域利用に関する申し合わせ事項を結んでいる、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、秋高田市、江田島市、岩国市、柳井市、秋大田町、北広島町、 府中町、海田町、熊野町、坂町、大崎上島町、世良町、諏訪大島町、脇町、上野関町、平尾町に在住する人も利用できる。広島市立図書館を利用するときは、図書館の広域利用に関する申し合わせ事項を結んでいる地区の人も、広島市立図書館の利用権を作成する必要がある。また、広島市民も他の市立及び、 町立の図書館を利用するときには、その図書館の利用権を作成する必要がある。ありがとうございます。